壊れたおもちゃのようにペットを捨てる人が増えています。小さくても大切な命。公共広告機構です。昔いたずらしても絶対にごめんと言わないひねくれ小僧がおったそうな。あっ、うっ、怖い、助けて。うわ、はは、とうとう泣きながら小僧はごめんなさい。すると鐘はごめんと鳴り響いた。それ以来小僧は素直にごめんなさいと言えるようになったと。ハンドルを握ってる時も忘れないで。あなたには大切な人がいることを。慌てず急がず、愛し運転。今海や川を一番汚しているのはお家から出る水なんですって。そこで私はフリーストッキングでこんな工夫。あなたの台所も大事な水源です。公共広告機構です。いじめられてる子も生きてたらまあ面白いですからね。自分を変えて、で自分を尊敬してね、うん、で目的を自分のな心の中で目的を作るわけですよ。人に別に言わんでもいいしね、自分の中でね。で生きてたら面白いっすよ。もう僕はたまらんぐらい面白いですもん。うん。公共広告機構です。その子はわがままや好き嫌いを言って手を焼かせたことがありません。その子はママと呼べるまで生きてさえくれなかったのです。電話をください。ワクチンが足りないために5歳まで生きられない子どもが今日も7000人。たった3分の電話で救える命があります。森のある星が他にありますか。水のある星が他にありますか。空気のある星が他にありますか。森に守られている星が他にありますか。はい、お母さん。お父さん。なんだよお前。もう先生お願いします。お母さんお願いしますよ。ちょっとお父さん、 あなた父親でしょ。おいお前。ちょ、先生。お母さん。お父さん。先生。お母さん。大人たちが子供から逃げている。もっとみんなで子供を。アーメージングレース ハウスウィーティングサウンド The sameせい剤はあなたの人生を粉々にします。ありがとう。命の恩人はあなただったのかもしれません。彼女の笑顔の輪を6000人の患者さんへ。力を貸してください。30万人のドナー登録をお願いします。公共広告機構です。